アメリカとか外国のお菓子を今眉毛でイメージしてます。えうわできましたじゃんえいおーお待たせしましたHey guys and girls on Ask Japanese, this is Cathy Cat. Greetings from Tokyo, and today we're here with a guest. Bon! There we go, please introduce yourself. Hi, konnichiwa, Pudding-chan desu. Yoroshiku onegai shimasu. And Pudding will tell us today how she wants to transform herself into American makeup with American clothes and into an American girl?Yeah, なるよ。Okay. Let's try it out. So let's go. Yay! 始まるよ。 On that note, we are here in our studio and Purin is gonna get ready for her makeup. Are you ready? Okay. Right, where do we start? これから何を始まりますか？まず最初にね、ベースメイクをします。Yes! はい。私たち敬語使う？敬語使わないよね。じゃあなしか。なんか恥ずかしい人にメイク見られるの。不思議だね。このブス。かわいい。かわいい。わいわいわい。まずは紫色のクリームを塗りたくる。めっちゃ肌が綺麗。つるん。いや、私は最近今年二十歳を迎えたんですよ、実は。二十歳。はい。終わり。で、次。ファンデーションかな。ファンデーションです。Foundation. Foundation. 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 Hey. メーカーはミシャです。今人気のファンデーションって書いてあったから持ってなかったから買ってみた。塗ってどう？変わってる？私がわからない。塗ってんのって感じ。次何するの？次パウダーを塗りたくります。OK。はい。これ塗るとなんか肌がサラサラになる。ほんとね、一気に変わった。すごくない？なんかね、テカらなくなる。なんか、赤ちゃんになれる。ね、赤ちゃんになりたい。なったじゃない？やった。肌つるん。羨ましい。無理やり感がさ。次は眉毛を作ります。一応イメージはアメリカだから、アメリカの眉毛のイメージはなんかアメリカの眉毛はすっごいがっつり描いてるよね、うん、でも私の今日のイメージはなんかレトロな時のカラフルなアメリカで、うん、アメリカのお菓子みたいな感じを想像してる。オーケーオーケー。はい、眉毛を描きます。私はとりあえず適当にちょっと今日の眉毛は特殊な眉毛にしようと思ってるので、ある場所をまあ、埋める感じで、眉毛を生み出す感じで、とりあえず、縁取りというか、私眉毛がないので、描いていきます。終わり、眉毛。次は赤いチークで眉毛を赤くします。お、赤くなるんだ。赤くなります。これからやる、私の独特な眉毛の描き方の下地のような感じです。とりあえずなんか眉毛の色をファンシーにする、うん、でもこれまだ下地？これまだね、下地。私の中で眉毛の下地。ってことはまだ上になんか乗せるの？乗せるの。あ、でもなんかもう一気に顔が元気になったような色だよ。私もめっちゃピンクと赤塗っちゃうから。うん、わかる。いや、ピンクと赤って盛れるよね、うんうんうん、めっちゃわかる。これで眉毛、ここの眉毛終わり。はい、赤にちょっと塗っただけで終わりです。はい、はい、何が出るかな。最後に眉毛をシールを貼っていきます。イエーイ。イエーイ。このポーチはビーバーサンドヘッド。え、ビーバーバッドヘッド。え、もう一回言ってください。アニメ見たことある？ない。全然知らない。あ、そっか。うん、はい、ポチののりをちょいちょい、粘着力弱いシールはこれをちょっと使います。うん、いきます。はい、お、がっつり。いけた。わお、すげー。100均のシール貼ります。おお、はい、ね、眉毛全部隠れたでしょ。おー、確かに塗ったのにね、消えちゃう。あ、これアメリカ人の方にもらった。おー、じゃあアメリカのメイクにぴったりじゃん。アメリカだ。イエーイ。これが多分粘着力がちょっと弱いと思うので、え、これ絶対眉毛取るとき眉毛抜けるよな。あお、よくある。か
ここでちょっとこの眉毛だけは死んでほしくない。そうだよね、私の残ってる私の眉毛これ以上死んだら私泣いちゃう。クレアーズ、クレアーズ日本でなくなっちゃうの聞いた、めっちゃショック。ここに花、花すごいファンキーな人になって帰ってきたね。おー、なんかピースアンドラブみたいな感じ。ピース、あ、なんかそれイメージした。アメリカだと思うものをなんとなくもうぽいものを持ってけばいいかなって思った。そう、アメリカと日本のカラフルって違うなってやっぱ思う。あー、そうだよね、可愛さも違う。うん、なんか日本人のカラフルってパステルが、パステルでカラフルが多いんだけど、アメリカとか外国のものだとビビッドなカラフルが多いからそっちの方がすごい好き。アメリカとかさ、外国のお菓子を今眉毛でイメージしてます。あー、あのカラフルな。ファンデーションも結構厚めに、貼るとこは厚めに塗って肌に影響が出ないように壁を作ってる人とか、あとむしろアイプチとか肌用にいいノリを使うとシールの悪い成分があの肌を荒れなくするとか、パウダー、さっきのパウダーを厚めに塗ってサラサラにしてあんまり届かないようにとか、あとそこだけすごいスキンケアをしっかりしたりとか、結構荒れない方法をみんな独自に持ってる。眉毛終わりです。ありがとうございます。次は何ですか。次はカラコンをつけます。おー、え、カラコン今入れるんだ。一番最初とかじゃないんだ。あの特に決めてないんだけど、目をやるときにだいたいつけるかな。なんか目が痛くなるの怖いからギリギリまで取っとく。痛くなってファンデーションに涙が出たらどうするの。あー、拭く。そらそういきます。よいしょ、すごい。よくカラコンファッションのためにつけてるの。うん、もうカラコンはファッションのためだけにつけてる。あまり、よいしょ、 OK。 なんか一気に顔が変わった気がする。カラコンつけて今メイクの何パーセント。今ね、30%。おー、でもまだめっちゃ結構くるんだね。アイシャドウがもうがっつりいくからアイシャドウを塗ります。はい、ダダ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 ダ、すげー。はい、これしかもね、すごいんですよ。えい、おー、めっちゃある。いろんな色を塗ります。わー、あと 70% だもんね。 70% あるよ。じゃあ、どの感じで顔塗ってくの。アメリカの国旗。おー、それなんか期待してた。だから、まず青、青でしょ。じゃあ、いきます。はい、お、あー、青い。え、筆で使わないの。もう、このまま。指がやっぱ一番慣れてる。なんか肌の形に合いやすい気がする。アメリカの国旗。アメリカの色のイメージは青と赤。白は後で入れます。赤を塗ります。これでアメリカっぽくなるだろう。赤、なんか多分日本人にはなんですけど、日本人って多分目尻に赤を塗ると漏れる。あー、確かに結構ある。着物がだいたい目尻に赤をのせるじゃん。うんうんうん、イメージ結構それもある。そうそうそう、だから多分日本人に合うメイクなんじゃないかなって私は思う。あの目尻に赤をのせるのが、だから派手なメイクをするときいつも目尻に赤をのせてます。なるべく青を赤を侵入させてグラデーションにするかな。黒と茶色を混ぜた濃いめの色を塗ります。暗めの色を塗って、なんか垂れ目、あのここあれです、黒ギャルから来てます。ここ黒ギャルもなんかすごいここ塗る人いるじゃないですか。あれと同じイメージ。私はちょっともともとが釣り目なんで、釣り目の人がより垂れ目が結構好きなんですよ。だから、タレハネ目、猫タレ目を作ろうと思ってて、今日タレ目っぽいけど最後跳ねてるみたいな、猫目、猫の目って可愛いですよね。うんうんうん、になりたい。はい。アメリカショートヘアってなんでアメリカなの。アメリカでブリードされたかな。あ、そういうことかな。わかんない。まあ、ブリード詳しくない。私もね、分かってない。一番大事それ、一番いい言葉。赤が赤っぽくなった。涙袋？
涙袋。あれこれ海外にないよね。え、嘘、うん、あ、でも海外の人涙袋作んないね、うんうん、なんかこうした時になんかちょっと生み出る、うん、これここを日本人はよくぷっくり描きます、うんうん、こうするとなんか愛らしくなる表情が。多分日本ではそういう涙を流してる女性がもうキャサっていうか愛らしいっていうかけなげで可愛いから涙袋をつけ始めたんじゃないかな。あとここ塗ると目の幅が大きくなるから、だから涙袋を広くすれば広くするほど目が大きく見えるんじゃないかなって思うから広げてく。それでアイシャドウ終わりです。はい、わ、かわいい。いい感じ。よし、よし。で、まだ 50% だからすごいよね。これからってことだね。まだまだやる。お、じゃあ次は、次は二重を作ります。あー、アイポチを入れます。アイポチっていうか自分の、え、これピンでやるの？うん、本当は専用のこういう Y 字型のプッシャーがあるんだけど、うん、忘れたので私はこれをぶっ込みます。え、いいよ、買ってくるよ、大丈夫、目が大丈夫、目が大丈夫。よくやるの、よくやるの。これちょっとグロ注意なんですけど、結構これからやばいとこ晒すんですけど大丈夫かな。注意する点とかある？注意する点は、あ、私はなんですけど、アイシャドウが終わった後にいつも二重のりをつけてます。タイミングは人それぞれなんですけど、あのアイシャドウ塗った後の方が崩れない。だからちょっと私は広範囲にうわーって塗って、この白いのが透明になるまで乾かします。結構塗るね。そう、結構長いを塗って、それをパタンって折り込んでいきます。よいしょ。今日そんなに夏にやんないか。えっ、うわ、うわー、おー、よいしょ。大丈夫？はい、二重にちょっとなった。なんか目一個大きいと一個普通な感じの気がする。なんかやっぱこっちにつられるよね。はい、じゃあこっちもやります。よっ、左目って見づらいんだよな。よし、乾かします。でも左目いつも失敗するんだよね。頑張れ頑張れ。はい、なった。日本のなんかみんな結構それやるの？やるよ。でもこれはいろんな種類があって、私みたいに糊をこうやってくっつけるタイプとか、三日月みたいな形になったテープをここに貼ってこう二重にする子とか、糸みたいに細いテープをここにうわーって食い込ませて二重にする子とか、いろんな種類がある、うん、でもうそれに飽きて産んだりした子はもう大体整形に走る。やっぱり目って日本人コンプレックスなのかな。気にしてる。やっぱ外国人の目が一番の憧れ。さて次は、さて次はアイラインをのせます。2個があるんだけど。2個、焦げ茶は私の中では下まぶた用で、黒いのは上まぶた用。オッケーで分けてます。じゃあまず黒いので、はい、塗ります。ここの前、まつげの間と、なんか後でつけまわするので、ちょっと見えるぐらいに太く塗る。なんか黒いアイライン塗るとすごい目がはっきりするイメージがある。だいたいここはざっくりなんだけど、あと目尻がちょっとめんどくさくて、ちょっと避けて開ける。すごい気になる。かって気になる。見えない。友達のメイクが上手だから、うん、友達のメイクをインスタでズームしてよく見てる。だからなんか勉強が大事だよね、それもな。ちょっと違うな。あ、いっか、つけまつけちゃえば一緒だ。下に茶色入れる理由は？なんか実際よく見たら黒も茶色もあんま変わらないんだけど、イメージ的にはなんかちょっと黒よりも茶色の方が優しく感じる気がする。不自然だ。
大きくなってる。大きくなってる。お、ちょっとぼかします。100巻で。よいしょ。なんでぼかしちゃうの？すっごいなんか強い人になっちゃうじゃん。やっぱそれこそ、そうギャルとか、見た目が強い人みたいなのがなんとなく嫌なので、やんわりと赤っぽい色を入れれば。これで終わりかもしれない。おー、オッケーオッケー。あ、完成してきた。そろそろ、あとちょっと。よし、じゃあまずオレンジで取って丸くのせます。オレンジ、オレンジで、ピンク丸く。おお、なんかね、オレンジとピンクにしとこう。なんかね、これはなんかそのアメリカのキャンディーを持ってる女の子をイメージしてる。キャンディーってなんかこうピンクとか赤とかオレンジって感じがするから、それロリポップっていうのかな、あるイメージしてるけど、すげえ赤くなっちゃった、やべえ。で、コロナの時はここ一直線にチークをのせるようにしてます。酔っ払いメイク、酔っ払いチークって言うんだけど、よくやってる。私も日焼けチークとも言うんだよね。あれがなんかちょっと少女っぽくて、幼い少女っぽくてすごい好き。黄色でちょっとなじませます。おーい、黄色が入った。入った。ちょっとオレンジっぽくなった。お、オッケー、チークオッケーです。赤リップ。お、赤いんだ。赤いの、真っ赤なのが好きなの。んー、そこはなぜか日本感を出します。うわリップを私はこの真ん中にだけ塗ってなじませます。うん、おー、赤い。よし、完成です。シールを貼ります。じゃじゃじゃ、わーい。青いとこに貼ります。あー、そうなんだ。そこで貼るんだね。これでなんとなくアメリカのイメージ。あのね、いろんなところに分散させた方が可愛いから、広範囲に。あっ、地震強い。結構強かった。震度3ぐらい。あ、3か。うん、ニュースは3って言ってるんだね。これ貼るとなんか、あ、色が変わった。あるよね、デクラあるある、色かぶらないように気をつけて。これは、これはアメリカのお菓子の上に乗ってるスプリンクルをイメージしてます。かわいいよね、あれね。かわいい。やっぱかわいいものを摂取して、かわいいものだけを摂取して生きていけたら幸せだよね。その分太るけど。できました。じゃじゃーん、すごい。プリンっぽい。プリンっぽい、プリンちゃんになったよ。やっとその地味な顔から抜け出したよ。うわ、すごい、本当に、ね、元気だ。元気、めっちゃ元気。めっちゃ元気。でもまだ変身が残ってるんだよ ね。まだここね、下が普通だからね、うん、もっとわーってなる。よし、変身しましょう。行ってきます。じゃん、えい、おー、お待たせしました。プリン、すごい、プリンだよ。知らない人が多いと思うんですけど、このスタイルの名前を教えてくれる？デコラファッションです。デコラはデコレーションしてるから、デコラ、デコレーション、デコラティブのデコラから来てます。デコラだよ。
じゃあまずは今回のデコラファッションはアメリカンテイストで言ってたので、どういうところは注意してたの？これね、実はデコラなんだけど、ハデコっていう種類なので、そのハデコっていうのの発祥が大阪のアメリカ村っていうところからアメリカっていう意味かな。今日のポイントは？今日のポイントは積み木。積み木をなんとかスカートにつけた、スカートをベルトにつけたとこ。あとこれ帽子がね、折りたたんでるの。帽子を普通にかぶっちゃうと前髪が見えなくなっちゃうから、これをわざとピンで留めてます。おー、すごい。あとね、これね、全然動いても崩れないの、すごくない？ちょっと帽子が崩れるんだけどさ。これ今 3,4 時間かかったんだけど、普段も どれぐらいかかっちゃうの？普段もそんぐらい。アクセつけたり、でもアクセつけるのはどうせ20分ぐらいで終わるから、だいたいメイクとか着替えたりとか、あと洋服選んだりとかも含めると、だいたい 3,4,5,6 6もあるの？たまに6時間あるある。出かけた時にもう太陽が沈んじゃうじゃん。もう最後の方疲れて家出るよね。でも可愛いに我慢もつきものだからいいの。可愛いから。じゃあ今のスタイルに名前をつけてみれば。と今のスタイルに名前をつけてみればアメリカンレトロ。あ、ちょっと古着系も入ってるしね。ああ、アメリカからの古着も入ってるってこと？そう、多分これアメリカ古着だと思う。このパーカね。そう、こんなファッションでアメリカに行くことができたら何やりたい？注目されたい。And if you enjoyed her fashion style, don't forget to leave us a big like and also subscribe if you haven't already. There's more stuff coming out from Tokyo to you, so be sure to check out the future videos too. And I'll see you soon here with Kathy Cat on Ask Japanese. Bye! Bye-bye! Und wenn das hört